はい、どうも、成功法で負けない FX のりまるです。今日はね、2014年、16年の2月の24日、今、水曜日ですね、23時ちょっと前になります。今回はね、昼間、日中に、LINE のコミュニティでね、提案させていただきました。今の流れからね、どの辺に、注目して動きを観察していったらいいのかなと。そのところをね、実際のチャートを観察しながら、今の動きをね、見ていって、実際にエントリーできそうな場所があればエントリーしてみたいと思います。実際ね、そのチャートの流れから、動きを観察していこうと思ったのが、確かこの辺りですよね。この辺りだったと思います。お昼過ぎぐらいに、LINE の、この辺りだったかな。LINE のコミュニティで。この今の現状のね、ドル円の動きから、チャンスを伺おうとしたときに、どの辺りにラインを引いて観察していくといいかなと。それをね、ライン1本引くことで、スキーとね、チャートを観察していくために、今この現行のチャートを見て、どこに引いたらいいのかなと。そんなところを、提案させてもらいました。ここにね、点線のこの辺りを引いておきたいと思います。今、現行チャートはね、ここまで進んだんですけれども、これちょっと隠しておきましょうか。こんな感じですね。こんな感じ。はい。でね、意識されたラインっていうのは、直近の流れで、いろんなところに引けるわけであって、例えばね、チャンスになったところ、今日のチャンスになったところで言うと、この辺りですよね。この辺り。前回最安値をつけて、戻してきたところで、もう一回ね、そこに差し掛かってきたところ。例えばこういうところっていうのは、値段で言うと今123.4円ぐらいですよね。123.4円ぐらいのライン。いつも言ってるように、長期の流れから確認してみると、上から下に向かっていると。上から下に向かっている中で、ここでね、一回サポートされた方が、突破されてきて、そこでさらにね、レジスタンスされたと。こういう形、レジサポですよね。ここでどこに線を引いておくと、かなり狙いどころがつけやすいと。こうやってチャートが、ここからね、こうやってチャートが動いてきたときに、ここで作った最安値ですよね。こういった位置っていうのは、次回ね、ここにチャートが、レートが動いてきたときに、また反応しやすいと。例えばこういうところを打っていくとか、こういうところを打っていくとか、そういったところで使える場面ですよね。で、じゃあ今ね、ここに来たときに、どのあたりに線を引いておけばいいのかなと。それを考えたときに、やはりこれもね、同じように、このヒゲの先あたりに、ぐーっとね、下がってきたんだけど、ここでなぜか戻された。ここもね、こう下がってきたんだけど、ここになぜか戻されたと。ここは一回飛び抜けたんだけども、戻されてここでサポートされていると。そんな値動きを見てね、この辺りに1本線を引いていくといいのかなと思います。ここって、111.75ぐらいのラインですね。はい。今これ1時間足で表示させてますけど、ここのね、水平線を、より根拠をつけるために、ちょっとね、大きい時間足でこれを確認してみようと思います。はい。今これ4時間足を表示させてますね。何か気づいてると思いますけれども、4時間足で過去のレート、これ直近で最安値を作ったところですよね。これヒゲで抜けてるんですけども、このヒゲの先が111円っていう切り板なんですよね。はい。で、そこからこうぐーっと押さえてきたこの、実体部分。ここっていうのがまさに今レートがこう押し戻されてる場面なんですよね。これ100。また1時間足表示してみると、こんな感じになってます。は
ここっていうのは特に大きい意味があって、直近の流れでね、大きい、かなり強い力で、下がってきたものが、ここで、サポートされたんですよね。以前にサポートされたと。これ、先々週ぐらいの動きですけれども、そこにね、ぐーっと戻されてから、またさらにここに根が接近してきたときに、今まさに、ここでまたサポートされたと。印として、ここでね、長いひげをつけて、申されていったと。長いひげをつけて申されていったと。で、こういう、この辺でも、揉み合っているようなね、そんな、動きが見て取れると思います。脳卒中症、観察するのに分かりやすいのが、4時間足だったり、1時間足だったりするので、今これね、1時間足にしてみると、ひげをつけて申されていると。で、今、現行のチャートの動きでも、ここでね、何度も反応してますよね。こういった動きを見て、じゃあ今どうやってね、攻めていこうかなって考えると、ちょっとね、短足にしてみると、今これ15分足を表示させてます。15分足レベルでもね、ローソク足がかなり小さくて、動きがなくなってきてるっていうのがわかりますよね。この辺からそうですけどね。で、さらにね、この111.75付近で、かなり強く意識されていると。こういったところを見ると、ここからね、未来的にこうやって反発して、上昇していく可能性ですよね。ここのような状況。こんな感じで、ここがサポートとして機能して、上昇していくっていう可能性と、仮にね、ここを下方向に、突破してくるような、ことがあるとすると、今度はね、直近の流れって、こんなね、ものすごい下降をしているので、この動きのまま、例えば週足レベルで、この最安値、105円付近を目指すような動きになる可能性というのも十分考えられますし、これ週足でね、ずっと陰線をつけてるんですよね。なので、直近の流れはかなり売り方向に傾いていると。ただしかし、今現状でね、ここ、111.75付近っていうのは、4時間足レベルで、かなりね、何度も意識されたラインであって、ここはね、今現状としては、ここでサポートされて、こんな感じでね、上昇していく可能性というのが、かなり大きい場所になっています。仮にね、ここからの上昇を狙うとすると、この現状で、仮のエントリーするっていうのも一つありなんですけども、安全に行くとすると、やはりここですよね。もう1段階上がった。前回突破してきてサポートされたライン。この辺りをはっきりと上抜けてくるとすると、ここからはね、明確な、ダウ理論の波の定義で、明確にね、ここから波が上昇していく場面になるので、ここから上方向に狙っていきたい場面ですよね。ここまで今30、70ピップスぐらい。安全に行くならば、ここ、66ピップスぐらいですね。ここを、じっくり観察してね、ここまで来たら上方向に狙っていくと。そんな考え方でいくと、かなり勝率も高くて、良いエントリーになるのかなと思います。もう少しね、これ今5分足を表示させてますけれども、もう少し早めに入るとするならば、この安値を作った高値ですよね。ここっていうのがどのあたりなのかというと、ここで押し目を作ったあたり。ここで押し戻されているあたり。これちょうど112円の手前ぐらいなんですよね。なんでね、この112円ぐらいから、112円付近から、切り離すよね。この付近から、買い方向に疑っていけると、少しね、早めに、上昇波というのに、この付近ですよね。ここからここまでね、少し距離があるので、この辺りから、買っていくっていうのも一つの戦略かなと思います。短期足で勝負するときはね、少し早めにエントリーして、この動きの中の、上から下までというわけではなくてね、
まあ、突破してきて、まあ、この少しぐらいの、まあ、勢いが出たところを狙っていくと、まあ、効率的なエンドにつながるのかなと思います。まあ、最後の3点目はね、このまま下方向に抜けてくれれば、まあ、さっきも言いましたけど、勢いがね、ズーンと出てきて、このあれですよね、まあ、今現状で、こういう波を作って、まあ、このままね、ドーンといって、まあ、守ってきてサポートすると。まあ、下方向に抜けてくるとすると、まあ、威力を増してね、まあ、ここから、まあ、この切り板付近、70ピップスぐらい、まあ、この辺を目指すのかなと。まあ、そんな動きになってくる可能性は十分あるので、今現状、まあ、そこの分岐点になり得る場所ですよね。として、まあ、このチャートの中に、まあ、1本線を引くのであれば、このチャートですね。まあ、1時間足を表示させたとして、まあ、今ここのチャートにね、まあ、線を1本引くとすると、やはりこの付近、まあ、111.75付近に引いて、まあ、様子を観察していくのが、まあ、一番いいですよね。まあ、水平線を引くっていうことに関して、まあ、別の動画もね、参考にしてもらえたらいいと思うんですけども、まあ、やっぱり注意しなきゃいけないのは、まあ、過去のチャートから見た、この最安値ですよね。最安値の位置。まあ、実態なのか、ヒゲの先なのかっていうのは、その都度変わると思うんですけども、まあ、その最安値の位置には、まあ、線を引いといてね、まあ、そこにレートが近づいてくると、まあ、必ず反応するポイントになってくるので、まあ、そこは、まあ、注目して見ていくといいですよね。で、仮に、今現行のチャートで、まあ、エントリーする際にしても、まあ、以前意識されたラインですよね。まあ、こういったライン。こういったラインで、まあ、反応するってことも、過去に織り込み済みなので、まあ、このあたりもラインを引いておくと、まあ、そこにね、まあ、チャートが近づいてきたときには、また何らかのアクションをすることになると思うので、まあ、注目する目安になりますよね。こんな感じでね、今現行の、まあ、ドル円チャートとしては、まあ、水平線を引いて、チャートを観察していくと、より良いね、エントリーにつながるのかなと思います。この後ね、0時付近にドルの重要指標があったりして、またね、大きくレートが動く可能性もあるので、まあ、ここの、ラインに注目して、チャートを観察していくと良いのかなと思います。はい。今回の話は以上です。参考になった方だけで結構ですので、YouTube のグッドボタンを押していただけると励みになります。またね、気づいたことがあったり、まあ、分かりやすかったとか、分かりにくかったとか、なんかご指摘があったり、まあ、どしどしね、コメント欄に書き込んでいただければなと思います。はい。それではまた更新します。ありがとうございました。